皆さん、こんにちは。マーティン、ダーメン、アクア、金田、中日で引退の可能性の高い二人でおります。土上直道と福,永福田長政です。そのすごさを二人の功績を語りたいと思います。まず、土上直道、土上武雄と兄弟です。土上直道はセカンド、ショート、内野どこでも思える UTT プレイヤー。確かにレギュラーになった、一時期レギュラーになった時もあったけども、今年は全然出てないです。あんまり出てません。やはり、い、ベテランとの礼遇ですね。はい。 そして、不良再建もう一人、福田長政は、当初はキャッチャーだが、キャッチャーで目が出ず、結局、内野、外野、どこでも思われる選手、二人とも同じくユーティニティープレイヤーです。というわけで以上ですが、実はおまけに、大野翔太、中日の大野翔太キャッチャー、日ハムにいた大野翔太さんも、現役引退、今年までの可能性が高いです。三人とも引退表明で、えー、引退試合にはもちろん出る見込み、一軍で、本当に楽しみでございます。はい。 二人,人の功績。いや、実質三人の引退の話でした。バイバイ。